で、ここから、とりあえずこっち、あれか！うわ、わかりやす。これまでのあらすじ。仲間を探しながらラムダを目指すアイヌたちは、記憶を失った神と共に、レイモラン王国を訪れ、この王国を襲った黄金病について調べていた。その矢先、黄金になった人間を運ぶ、六軍王の手下である黄金兵たちが現れ、神は捕らえられてしまう。去っていった黄金兵の言動役せが、バイキングの日程だと神父から聞き、一行は彼らのアジトを訪れる。だがそこには黄金兵たちがたむろしており、六軍王キラゴルドへの貢ぎ物として牢屋に囚われている神を救うため、一行は黄金兵たちと戦う。黄金兵を倒し、神を助け出した一行だったが、神はブツブツ何かをつぶやきながらどこかへ歩いていってしまう。アイナたちは神の後を追いかけるのであった。さあ、魔物のアジトの、魔物のアジトでいいんかなのさらに奥。で、この奥の奥へ進んでいけばよろしいわけね。クレイモラン地方、バイキングのアジト。さあ、どこへ行ったかみゆ。こっち？はっ。黄金財宝がザックザクザックザクはいいけど、もうここにはいないし、あー閉じ込められ自分から牢屋に入っていくスタイル、やばいね。大判小判がザックザクよ。この辺のさ、めっちゃ持ってってさ、あれやない、ああ、もう売りさばいたら何円になるやろ。何円どころじゃないよね。確実に何円どころじゃないよね。え、ちょっと待って。私はどこから来たか。あ、こっちか。こっちへ進んでいけばよろしいのね。よしよし。はい、そしてこの先。なんかこの建物があるね。うわ、なんか可愛いって思ったけど目が赤いから怖い。めっちゃ怖い。お、あれ、あれやない、なんやっけ、胎児かなんかのやつやない。おい、大丈夫かよ。俺はここで、頭が。うん、どうしたと言うんじゃ。神の様子、ただごとではないぞ。かつてこの場所で何かあったというのか。この部屋に何か手がかりが残されているかもしれん。アイナよ、調べてみるのじゃ。それはもちろんこれだよね。胎児の根に手をかざしますか。はい。これで過去の記憶が見えるはず。この場所の。大丈夫か、神。なんか背中が曲がりすぎて超小さく見えるんやけど。お、神やん。これは知り合う前のことかな。おい、こら、神。一丁前にサボってんじゃねえぞ。サボってないやん、別に。ちょっと一息つくぐらいもダメなんで、しかも邪魔する。なんだその生意気な態度は。10年前雪の中で震えてたガキ2匹よ。今日まで面倒を見てやってる恩を忘れたか。分かってるよ。あんたらには感謝してる。もうなんか、あれやん。正気を感じられない。ふん。嫌な奴だな。頑張れ、神。だからここでなんかすごいコキ使われよったわけやね。また怒鳴られてやがんの。要領悪いよな、兄貴は。お、女の子。妹がいたの？マヤ。ま、兄貴の気持ちはわかるけどな。俺もあいつら大っ嫌い。結構でかい声で言った？似とるね。そんなビビるなよ。ほら、それより早く終わらせて帰ろうぜ。俺も応援くらいしててやるからさ。え、この子は働かなくていいの？いや、少しは手伝えよ。今日はお前があいつらの財宝をちょろまかしたせいでキレられてんだぞ。あ、悪い子なんだな。いしし、やだ。おー、来たよ。あ、大丈夫か。女の子にも容赦ない。はぁ、はぁ、くっそ、しくじった。たく、まや、お前のせいだからな。うるさいな。そんなこと言ってると、いつか俺が大金持ちになっても兄貴には分けてやんないぞ。
またその話かよ。だけどそうだな、いつか俺たちでどでかいお宝を手に入れてやろうぜ。そいつでこんなろくでもない毎日はおさらばだ。へへ、世界中のお宝を手に入れて俺は大金持ちになるんだ。なんかいいね、そういうの。玉残しとかじゃなくって自分で手に入れるっていうのが。まずは今日の飯が問題だな。何、助けたとか言いながら食料は分けてくれないの？何、焼いて食べる？あ、そういうこと。そこまで野蛮じゃなかった。翼があれば今すぐどこにだって飛んでいけるんだけどな。くったらない兄貴はバカだな。それよりさ、こいつ焼いたらうまいんじゃないかな。あ、私こっちのこの思考やった。まさかの。でもなんかね、あれはあれでなんか幸せそうやったよ。マヤ、神父殿が言っていた通りじゃな。神は妹と一緒にバイキングの手下として苦しい生活を続けておったようじゃ。妹の名前はマヤと言っておったか。神と彼女はこの風穴の中で暮らしておったようじゃが。ふん、会いなよ。再び大樹の根を調べてみるのじゃ。神の過去の続きが見られるかもしれん。お、マジで続き？はい、見ます。その妹はどうなったんやろ、その後。何、お宝？磨きよる、磨きよる。ああ、おかえり、兄貴。何？プレゼント？おお。いいね、女の子が喜びそうな感じ。兄貴、これって。今日の航海でたまたま見つけたんだ。今日はお前の誕生日だからな。そのプレゼントというか、日にちの感覚とかあるんよね、ちゃんと。おめでとう、マヤ。は？何このしょぼい首飾り。兄貴さ、俺の誕生日を祝うならもうちょっと頑張れよ。そうそう、こないだ噂で聞いたレッドオーブってのが欲しいな。ベルカダール王国に伝わる秘宝なんだってさ。でもまあ照れ隠して多分分かっとるよね、神。反応的にも。その首飾りには誘惑があってな。身につけた人間に次から次へと金銀財宝をもたらすんだとよ。嘘くさい話だが、お前みたいに欲張りにはお似合いだろ。だから今はそれで我慢を。何？なんか怒ったんやね、きっと。お、持っとったやつがなんか、あ、金ピカになった。お前どうしたんだそれ。兄貴、これ俺どうかを磨こうと触ったら、あ、ってことはその辺にあるものも、金銀財宝をもたらす。すげえ、やば。すごい、マジなんだ。すごい、すごいよ。何でも金に変えられちゃうんだ。この首飾り最高だよ、兄貴。それって人間に触れたらどうなの？人間がそうなる、触ったもの全部とかそういうことやねん、これ。どうなん？なんかすごい心配しとるよね。絶対なんかあれで妹がおかしくなったんやと思う。そうだ、俺があいつに。神と妹のマヤ殿は不器用ながらもお互いのことを家族として大切に思っておったよ、思っておったようじゃな。それにしても物を黄金に変える首飾りとは何やら気になるの。はいねよ。何回？マジで？また続き見れるの？もう見放題やん。すべて見ようや。さあ、その続きどうなった？絶対おかしくなったんやと思う。狂ったんやと思う、ちょっと。ほらほらほら、すべて銀になっとるよ。また増えたな。石し、どうしたんだよ、兄貴。しけた顔しちゃって。黄金ちょびっとだけ分けてあげようか。てか、もともとその首飾りは神が持ってきたんだからさ。あ、こいつでいいかな。ほら、やっぱり生き物も変えれるんや。怖い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 。おい、マヤ、なんだよ、これは。あれ、こんな小さいのじゃ嫌ってわけ？さすが俺の兄貴、案外欲張り。違う、いい加減にしろって言ってんだ。うるさいな、びっくりするだろ。そんな急に大声出さなくても。
ほら、絶対危険な方向に走っていきよりよ、まやちゃん。生き物の命というものを考えれんくなってきようやない、なんか。いや、もう元からなんか役とか言おったけど、でもあれ冗談やろうし。わかったよ。ちょっと調子に乗っただけじゃん。だからそんな怖い顔やめろよ。悪かった。俺もカッとなっちまった。けどな。はいはい、わかったよ。首飾りに力はしばらく使わない。ねえ、だって鳥が帰れるってことはやっぱり人間も帰れるってことやもんね。あれ？呪い？呪いなの？え、なんで？どうしたんだ？兄貴どうしよう。首飾り外れなくなっちゃった。は？そんなバカな。絶対そうやって。嘘じゃないってば。本当に。外そうとしたらなんか、自分が黄金になるんやねん、これ。くそ、なんだこれ。俺何もしてないのに。あ、絶対そうやって。ほら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 。マヤ、動くなよ。うわ、バリアが。ボロボロ。強欲な人間はこうなってしまうっていうことか。マジかよ、どうなってんだ。首飾りに力が暴走してるっていうのか。うわ、でもすごい静かなままだよね、まやちゃん。やだやだ、なんで俺の体が金に。まや、クソ、どうすりゃいい。ん？あ、地面も。兄貴、助け。兄、お兄ちゃん、お兄ちゃんって呼びよったんか、最初は。ちゃんと女の子やったんやね。は。黄金に。この現象が街でも起こりよるってことか。え、で、この黄金像は一体どうなったん？この場所にないよね、今。どっかにしまっとんかな？壊されんようにみたいな。この子は助けられるんやろうか。でも町のことが解決したらこの子も助けれるってことになるよね。死んではないと思うんやけど。知り合う前にこんな悲しい過去があったのに、ね。ずっとなんか楽しげやったんやね。悲しい。待って、どこ行った？あ、これ？この場所？つら。妹、マヤを失って、俺は逃げるように旅に出た。全部俺のせいだったんだ。旅の途中調べていて分かった。あいつに送ったのは誕生日の祝いどころか。呪われたアイテムだったんだ。自分の犯した過ちから逃げたくて、忘れたくてあちこちでやけになった。気づけば一発の盗賊さ。そんな時だった。預言者と名乗り奴に言われたんだ。伝説の宝珠を集め、いずれ地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすればお前に食材も果たされるだろうってな。最初は信じちゃいなかった。うさんくせえのはもうこりごりだったしな。けれどその預言通り、俺はお前と、アイナと出会った。お、ちゃんとしたよ、神が。ちゃんと記憶が戻ったね。神、お主、記憶が。すまねえ、じいさん。それに、アイナにみんなも、ずいぶん迷惑かけたみたいだな。で、その妹はどこにしまい込んだの？預言者の言う食材ってのが何かは知らねえ。だけど、お前たちと旅を続けるうち、その預言を信じられそうな気がしたんだ。なんかどっか扉にしまいよってよね。お前見たんだろ？この場所に黄金になって俺の妹がいたはずなんだ。今この辺りには黄金を集めてるキラゴルドとかっていう魔物がいるんだってな。おそらくそいつの仕業だろう。あ、ここに置いたままやったんか。捕まってた時に魔物どもの話を聞いたんだが、ここから北に連中の居城があるらしい。乗り込んでマヤを取り戻してやれ。黄金像になったクレイモランの人たちも助けなきゃいけないし、行くっきゃないわね。でしょ、アイナちゃん。
から来た？ありがとう。どうか俺も一緒に戦わせてくれ。それはもちろんね。神が再び仲間に加わった。北っていうのは何？船で？それとも大陸ですか？ちょっといまいちよくわからないんだけど、この場所から歩いてかな。記憶が戻ったことで神のスキルパネルから元に戻った。さあこれでいつも通りの神だわ。でここからとりあえずこっち、あれか。うわ、わかりやす。いや、わかりやすすぎないですか？ちょっと、びっくりしたんだけど。笑うわー。あー、もう超黄金。めっちゃ黄金。敵まで黄金。はい、ってことで乗り込もう。頼もう。さあ、行くぞ、神。うん。アイコンタクトだけに通じるのいいね。ふわーほら。周りめっちゃ黄金や。やばいね。どこに行けばいいかわからんくなりそう。え、これ絶対動き出すやつよね。怖ーい。怖ーい。かっこ棒って感じやけど。え、あれは、猫！うわー、猫ちゃんがあんなことにかわいそう。ことはその辺にさ、多分町の人たちとかもおったりとかするんやないん。なんかどうなん。向こう側にある宝箱が気になるけど、とりあえずほら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 、なんかこれスロットあるんやけど。カジノコインを10枚見つけた。え、なになに、これで遊べるわけじゃないのね。金銀財宝、ほらもうなんか黄金に変えられたいろんなものが。この犬とかも多分元は生きとったんやろうなーって思う。さあそして、なんかどこに行けばいいんかがよくわからんくなるな。これ戻ってない？そんなことないんか。あそこにはウサギがいるし。この扉は内側から鍵を開けた。あ、これ内側なんや。まあそんなことすらわからん。これさっき言ったとこやんね。ってことはちょっとこっち側に行こうか、次。はぁ、内側から鍵がかかってるだと？開けろや。ってことはこっちから、今度こっち側に行けばいいってことかな。そしたら開けれる？はぁ、鳥！鳥も金ピカになってる。ここちょっと入り組みすぎじゃない場所。やめていただきたいわ、ほんと。ここかな。はぁ、内側から鍵がかかってる。どんだけだよ。どこだよ。あ、これさっきのとこの中かな。はい、赤い宝石を見つけた。赤い宝石。何に使うやつだ？ここから。でもここから上には上がれんのやね。まあ、ここはこの宝箱だけって感じか。オッケーオッケー。あ、どこに行ったとかわからんくなりそうやけんさ。行ったことある場所ちょっとマップ上で色変えてくれんかな。そういう仕様にしてくれないかしら。じゃあこっち側に行こう。とりあえずまあ、閉まらんみたいやけん。開いとる扉があれば、そこは行ったことないところってことよね。ちょっと鍵かけすぎなんだけど、何？どんだけ用心深いの？この猫のとこ行ったよね、さっき。ってことはまた別？どこ？こっちから入ってきたんかな？どうなんやろ？ってことは何？どれ？これ？ここ多分行ってない。なんか鳥、あれ？あれ？あー、混乱してきた頭が。どここれ？これさっき来たとこ？あ、来たやん。なんなら本当についさっき来たやん。いやー、迷子！めっちゃ迷子なんだけど。で、こっち猫のところか。なんかこっちの手前のところにも部屋があるな。違う？こっちと、こっちは開かんとこやっけ？内側からっていうやつ？ですね。でしたね。あとなんかいけす、こっち、こっちじゃないわ。こっち？なんなの？どこなの？全くわけがわからん。あれか？これ開くかな？開いた開いた。
で、こっち進んでって、ちょ、邪魔よ。で、この先なんかどこ見ても同じような場所にしか見えんのやけど、なんだこれ。超迷路やん。うわ、うま。これも多分コインが手に入る。ほら、カジノコインやったね。そのうちなんかで使えるんかな。普通にあれかな。前行ったカジノで使うだけとかそういう感じ？はい、そしてここ別に左右なんもない。ね。ただの通り道か。はあ、これ！見てこれ、おばあちゃんや、おばあちゃん。これやっぱり、絶対ね、あの町の動物とか人をここに寄せ集めてきとるんや。うわぁ、嫌な感じ。超悪趣味。ここはもうあれやね、来たことあるとこやね。内側から開けていく意味は何なんやろ。あれか？出口が近くなるとかそういうことか？鍵がかかってる。え？ってことは？何？行ける場所がもうないじゃないの。何？どこに行けばいいの？私。助けてー。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。